どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっとね、心配な話がございまして、私のね、紹介させていただいているポイントサイトハピタスってありますよね。で、ポイントサイトハピタスね、非常にお勧めさせていただいているんですけども、そのね、お勧めさせていただいている最大の理由の一つがですね、マリオットボンボイポイントに交換することができますよね。ポイントサイトハピタスのポイントですね。1ポイント1マリオットボンボイポイントにね、 交換することができるということとで非常におおめさせてていいいただいておりますというのも、このマリオットボンボイポイントっていうのは、ANA マイルにも、JAL マイルにも、ユナイテッド航空のマイルにも、アラスカ航空のマイルにも、バージンアントランティック航空のマイルにも、シンガポール航空のマイルにもということで、いろんなね、マイルに、このマリオットボンボイポイントは、交換することができるっていう風になっておりますんで、非常にね、おすすめさせていただいてるんですよね。ですので、ポイントサイトハピタスでポイントを稼ぐっていうことは、最終的にね、いろんな外資系の 交換することができるということで、まあ、お勧めさせていただいているわけなんですけども、まあ、ANA と JAL マイルに関してはですね、まあ、他のルートがありますので。 ハピタスポイントはですね、別のルートで組んでいただいた方が、まあ、効果率上がるっていう風になりますんで、ANA と JAL マイルはね、また別になるわけなんですけども、まあ、外資系のマイルをね、貯めるっていう風になると、このね、マリオットボンボイポイントがね、非常におすすめということで、こちらのね、マリオットボンボイアメリカンエクスプレスカードね、こちらプレミアムカードですけども、まあ、私はこちらね、メインカードにしておりまして、ポイントサイトもハピタスで利用させていただいて、全部マリオットボンボイポイントをね、基本的に集めてさせていただいているわけなんですけども、なんとですね、私が、ね あんまりあの利用してないねポイントサイトモッピーっていうポイントサイトがあるんですよねまあ、ちょっとね私はあのあんまり悪いことは言いたくないのであのあんまりおすすめはねさせていただいてないわけなんですけども その、このね、ポイントサイトモッピーっていうのはですね、一番最初にポイントサイトの業界の中で、マリオットボンボイポイントにね、ポイント交換のルートを開通したポイントサイトっていう風になるんですよね。ですので、一番最初にですね、このマリオットボンボイポイントにね、このポイントサイトがポイント交換ルートとしてね、開通したということで、非常に話題になったんですよね。で、話題になって、これでね、ポイントサイト始めたっていう方も、ある程度ね、いらっしゃるぐらい、このね、ポイントサイトがマリオットボンボイポイントにね、 ポイント交換を開通したっていうのはね、非常に大きいことだったんですよね。まあその後にポイントサイトハピタスもね、開通して、まあハピタスも開通したってことで、まあ私はね、非常にこれで一気にね、ポイントサイトハピタスメインになったわけなんですけども、なんとね、このポイントサイトモッピーでですね、マリオットボンボイポイントへの交換レートがですね、引き下げっていうのが本日ね、発表されたんですよね。 で、レートはですね、ちょっとね、画面切り替えさせていただきますけども、こちらがね、モッピーのお知らせからね、来ている2023年9月17日にね、発表された内容なんですけども、マリオットボンボイポイント交換レート変更についてということで、いつもモッピーをご利用いただきありがとうございます。このタイム、モッピーポイントからマリオットボンボイポイントへの交換レートの変更がございますので、お知らせいたしますということで、こちらね、まあ、モッピーね、私の動画のチャンネルで見ている方で使っている方ね、いらっしゃると思いますので、 使ってる方はですね、ぜひね覚えておいていただきたいなと思います。モッピー使ってないよっていう方はそのままね ポイントサイトハピタスとかね、使っていただければな、なんていうふうに思うんですけれども、交換先、マリオットボンボイポイント、期間ですね、2023年の10月2日以降にですね、ポイント交換完了した分より、変更後のポイント交換レートということで、1300ポイントがマリオットボンボイ1000ポイントとなって、モッピーポイント3900ポイントが3000ポイント、6500ポイントが5000ポイント、13000ポイントが1万ポイントっていった形で、 交換レートがですね、77%ぐらいまで下がるって言った感がちなんですよね。もちろん、モッピーもですね、今までね、1ポイント、1マリオットボンボイポイントにね、交換レートとしては交換することができたっていう風になるわけなんですけども、2023年の10月2日ということで、あとね、半月ぐらいしたらですね、このね、マリオットボンボイポイントへの交換レートは100、100%でね、交換することができなくなるって言ったがちになるんですよね。まあ、このマリオットボンボイポイントっていうのは、まあ、もちろん、ね ホテルのポイントでもありますんであ、そこまで、まあ、十分ね、解約ではあるんですけども、マリオットボンボイポイントっていうのは、海外ではね、まあ、かなり、1ポイント1円以上でもね、使うことができるっていう風になりますんで、まあ、それでもね、ホテルで利用するのであれば、結構ね、いい感じに使えるのかもしれないんですけども、このマイルにね、交換するってなると、またね、この6万ポイントに、 到達してそれでマイルに交換するっていう風になりますんで、さらに交換しなきゃいけないっていう風になりますんで、まあこういった感じでですね、2023年の10月2日よりですね、このね、マリオットボンボイポイントへのね、交換レートっていうのはまあ下がるっていうことが、モッピーで発表されたんですよね。 で、ちょっとね、こっちに画面切り替えさせていただきますけども、今回ね、モッピーで、このね、ポイント交換レートが変更になりましたということで、このね、ポイントサイトモッピーっていうのは、本当にね SN、SNS もめちゃくちゃ監視してるようなね、この、何て言うんですかね、一番最大のポイント数を出してくるポイントサイトでもあるんですよね。非常に SNS とかも監視してますし、他のポイントサイトとかのポイントもね、非常にチェックして、常にね、ナンバーワンのこのポイント数を出すぐらいですね、このポイイントサイトサ では会員数も多いですし最大ポポイイインントトト数も出すすすサイトなんででよねですけども、ちょっと私はね、あの、あんまり、あの、悪いことは言いたくないので、ちょっと理由は伏せますけども、あんまりお勧めさせていただいてないんですよね。ですけども、ここまでですね、モッピーっていうのは、 あの、ポイントサイトの中で常にね、一番を取るようなポイントサイトにも関わらずですね、今回ね、マリオットボンボイポイントの交換レートを下げてきたっていうふうになりますんで、まあもちろんこれはね、マリオットボンボイ側からの要請だと思うんですけども、まあこれがね、ポイントサイトモッピーで行われたっていうのはですね、かなりね、個人的にはね、大きい出来事ではないのかななんていうふうに、 思うんですよね。というのも、今現時点では、ポイントサイト、ハピタスでですね、マリオットボンボイポイントには、10日でね、交換することができるんですよね。こちらね、ポイントサイト、ハピタスの方の、えー、マリオットボンボイポイントなんですけども、こちらね、今現時点では、マリオットボンボイポイントへのね、交換レートの変更っていうのは、まあ、ハピタスでね、お知らせはここに来るんですけども、今のところ発表されてないんですよね。 まあ、おそらくですね、こちらあるとしたら、まあ、週明けに、ね、発表されてしまうかもしれないっていうふうになりますんで、まあ、今現時点ではですね、ハピタスポイント500ポイントが、えー、マリオットポイント500ポイントにね、交換することができるっていうふうになりますし、まあ、さらにね、ハピタスの場合はゴールドランクであれば5%ポイントバックね、取れるっていうふうになりますんで、まあ、3万ポイントね、一月交換することができますけども、1500ポイントね、ポイントバック受けることが、今現時点ではできているっていうふうになるわけなんですけども、 こちらもですね 今後ね、変更になる可能性っていうのはね、かなり高いのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、おそらくね、まあ、ポイントサイトモッピーの方もですね、10月2日からっていうのはね、事前発表されておりますので、まあ、おそらくね、ハピタスでそういう対応になったとしてもですね、このね、あの、事前発表みたいなね、来ると思いますので、まあ、ひとまずですね、ポイントサイトハピタスね、あの、メインにされている方はですね、このお知らせっていうのはですね、この重要なお知らせで多分出ると思いますので、間違いなくですね、 ですね、チェックねしといていただければななんていう風に思うんですよね、まあ、おそらくねポイントサイトモッピーが来たのに他のポイントサイトで継続できるっていうのはね、まあ、なかなか考えづらいかななんていう風に思いますので、まあ、個人的な予想としてはですねおそらくね ポイントサイトハピタスもね、ポイント交換レートね、下がるかな、なんていうふうに思いますので、この点をね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回ですね、ポイントサイトのポイントがですね、マリオットボンボイポイントね、ポイント交換レート下がりましたということで、話をね、させていただいているわけなんですけども、これね、知ってる方ね、いらっしゃるかどうかちょっとわかんないんですけども、このね、マリオットボンボイアメックスプレミアムカードってありますよね。こちらのクレジットカードは、 年会費49,500円の、えー、するクレジットカードっていう風になりまして、こちらプレミアムカードで一般カードがもう一個ありますよね。で、このマリオットボンボイプレミアムカードっていうのは、一人紹介するとね、3万ポイント、マリオットボンボイポイントがもらえてたクレジットカードなんですよね。まあ知ってる方もね、多いと思うんですけども、アメックスのクレジットカードには紹介制度っていうものがあるんですよね。まあ私の動画でね、いくつか紹介させていただいておりますけれども、こういった感じで紹介制度があるんですよね。紹介する すると、紹介した人にもポイントが多くもらえて条件達成するとね。で、紹介した人にもポイントがもらえる制度があるんですけれども、このね、マリオットボンボイプレミアムカードっていうのは、この1年でですね、紹介ポイントも非常に下がってるんですよね。もともと、このカード1枚紹介すると、マリオットボンボイポイント3万ポイントもらえたんですよね。 ですけども、解約に次ぐ解約で、今ね、1枚紹介すると5000ポイントしかもらえなくなったんですよね。ですので、このね、マリオットボンボイ側もですね、今ね、このマリオットボンボイポイントをですね、むやみやたらにね、配らないように、まあ、しているのではないのかな、なんていうふうに、個人的にはね、思っているっていうふうになるんですよね。ですので、このね、 ポイントサイトのポイント交換レートが下がるっていうのも、このマリオットボンボンアメックスのね、紹介ポイントが下がるっていうのもですね、まあマリオット側はですね、かなりね、ポイント自体をですね、かなり絞ってきているのではないのかな、なんていうふうに、 思ってるんですよね。まあ最近ねマリオットボンボイね MGM グループとね、えー、長期ライセンスで、ね、契約してラスベガスのねベラージュとかもマリオットボンボイ系のねホテルに入ってくるっていう風になりましたんでまあポイントねそんなにあの配りたくないのではないのかななんていう風に思ってるね部分も私ちょっと思っておりますのでまあ、今後ねちょっとこのマリオットボンボイポイントをね集めるっていうのもですねかなりね厳しくなっていくのではないのかななんていう風に思ってるんですよね。今後ねポイント ハピタスを使っている方はですねこのねマリオットボンボイポイントにね交換レートね注視しといていただければなと思いますまたねポイントサイトボッピー使っている方に関しては10月の2日にねこちらレート変更になりますんでそれまでにですねもしねマリオットボンボイポイントにメインで交換されている方は交換ねしといていただければなと思いますそれでは次にですねこちらねちょっとね話変わるんですけれども先日ね紹介させていただいた t カードプライム ありますよね。ANA マイル還元率がね、最大2.05までね、上げれる、えー、こちらのね、クレジットカード。まあ、これだけではなくてですね、T カードプライムと ANAPay と、えー、楽天ペイで、ね、組み合わせなきゃいけないんですけども、まあ、とはいえですね、このクレジットカードね、日曜日の還元率がね、1.5%還元の、えー、クレジットカードっていう風になるんですよね。で、これがね、今、ポイントサイトニフティポイントっていうね、私の紹介させていただいているおすすめのね、 ポイントサイトのね、えー、っと、ライフメディアがですね、ニフィティポイントっていうね、ポイントサイト名前に変わりまして、こちらなんですけども、通常会員でもね、9500円分のポイントが取れる。しかもね、クレジットカード発行するだけでね、こちらもらえるっていうふうになりますんで、こちらね、まだ発行されてない方はですね、今がね、チャンスっていうふうになりますんで、こちらね、概要欄に、えー 公式サイト載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。こちらね、カード発行だけで9500円なんで、普通にポイントサイトの案件としてもね、めちゃくちゃおすすめ。またね、この載っているね、公式サイトなんですけども、こちらの公式サイトのキャンペーンもですね、一緒に乗れて、一つはね、えっ、ー、と、リボ払いのキャンペーンなんで、こっちはね、あの、シカとしちゃっていいんですけども、この到着から3ヶ月以内ですね、特典にですね、利用特典ということで、5万円以上で2000ポイント、7万円以上で3000ポイント、10万以上で5000ポイントということで、 こちらね T ポイントがもらえるっていう風になりますんでね T ポイントは70%で A 年前にね交換することができるっていう風になりますんでこちらね公式サイトのキャンペーンもねぜひ狙っていただければななんていう風に思いますあのリボ払いのキャンペーンはねあのスルーしちゃってくださいでこのねニフ f t ポイントっていうのはですねノジマのポイントノジマっていう電気 家電量販店ありますよね。このね、ニフィティポイントのポイントっていうのは、あの、家電量販店のじ場のポイントに交換していただくと、1.5倍で交換することができるんですよね。ですので、もしね、 ポイント交換される際はですね、もちろん、ね、で、ANA マイルもね、いいんですけども、このね、野島に交換していただくと、まあ、1.5倍にね、交換することができるっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、あの、実店舗のね、野島が近くにないとね、利用できない部分はあるんですけども、まあ、私もね、結構前にこの1.5倍でポイント交換して、ドラム式の全自動洗濯機とかもね、えー、購入するときにですね、あの、割引価格でね、購入させていただいたりもいたしましたので、まあ、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなぁと思います。結構 ねねこの野島のポイントにに交換ししててて買うっていうっっいいい方もで、ね、結構いらっしゃまますすんで、ね、かななりりすすたがちになりますということで、今回の動画はね、この感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ